僕に何を求める？始めるか。ここは窮屈だよ、オールマイト。世間はギリシャ神話になぞらえ、ここをタルタロスと呼ぶ。奈落を表す神の名だよ。さすがの僕も神への反逆となると一苦労するだろう。貴様は何がしたい？何がしたかった？聞いても納得などできやしないくせに、分かり合えない人間ってのは必ずいるんだから。同じさ、君と同じだよ。君が正義のヒーローに憧れたように、僕は悪の魔王に憧れた。シンプルだろう。理想を抱き、体現できる力を持っていた。永遠に理想の中を生きられるなら、そのために努力は惜しまない。ならばなぜ後継など？君がそれを聞くか。面白い。君が全て奪ったからだろう。僕の体を見ろ。終わりがあることを知れば人は託す。みんながやってることを僕もしようとしてるだけさ。今度は僕の番だ。話をしたいんだ。もっと、そうだな。世間は君の引退にかなり動揺したと思うんだが、様子はどうだ？外の情報はお前には教えない。残念だな。きっとこうかな。今頃メディアはヒーロー社会全体の団結を訴え、一方でヒーローを支持しない者が行動を起こし始める。仮に僕が描いたシナリオが正しく機能しているとして、原因は全て君の偽りの姿と引退なわけだ。今後君は人を救うことかなわず、無力さに打ちひしがれながら余生を過ごすと思うんだが、教えてくれないか？どんな気分なんだ？貴様だけが全て分かっていると思うな。貴様の考えはよく分かっている。お師匠の血縁である死柄木に、私、あるいは私と少年を殺させる。それが筋書きだな。私は死なないぞ。死柄木に私は殺させない。私は殺されないぞ。貴様の思い描く未来にはならない。貴様の未来は私が砕く。何度でもな。貴様こそここで指を加え、余生を過ごせ。余生ね。ここは窮屈だよ、オールマイト。